にちは、ウッドラコです。はい、そうですよ、千代田区にいるんですよ、僕、珍しく。今日はですね、台湾まぜそば花火さんというところに来ております。ここはもう本当にもうどっちゃどっちゃの有名店で、今なんかコンビニでもカップ何菓子が出てるぐらい本当に有名なお店で、僕のせいで本当に来るのが半年ぐらい遅れたっていうとんでもねえ曰くが今回はなんですけど、台湾まぜそばと、台湾カレーの、2種類、4キロ、2キロという話になっております。で、このお店自体は、その台湾まぜそばのお店と、あとこのベニトンさんっていうその居酒屋っていうのがこう併設されているようになっているので、まあ、神田のお越しの際にはぜひって感じで、本日もよろしくお願いいたします。それじゃあ行ってみましょう。どうぞ。それじゃあ早速いただきます。お願いします。箸行きましたけど、これは美味しいっすね。結構麺がねねっとりしてるんですよ。だから具とかの絡み方が結構えぐいですね。なんだろう、なんでこんな美味しいんだろう。麺がねっとりしてるって、結構そのラーメンとか高加水麺とか食べ慣れてるとちょっとんって思いがちじゃないですか。なのにだからこそこの台湾まぜそばのこの味付けがすごい絡んでて、だからこそあこんなに美味しいって感じるんだっていうのはすごい初めての体験で、昆布酢。はい、昆布酢。あ、本当だ。昆布の旨味が結構しっかり入ってますね。ちょっとこの辺で味変で、はい、昆布酢ですね。よし、あれですね、酸味がしっかり出る代わりに辛味がちょっとこう穏やかになる感じが、そうです、まろやかに、すごい。皆さんよく本当に途中でコンパクトかけて味見して、
なるほど。お水もお水の、これもちょっと氷がもらえると嬉しいです、はい、ありがとうございます。じゃあ次は台湾カレーですね。台湾カレーはこの肉のところがさっきの台湾マジそばとの使われてたお肉と同じ、具が使われてて、で周りはねその分優しい野菜ベースのカレーとなっているそうです。優しいやばいね、マジで美味しいよわかるかもしれない。この甘ささ、あの砂糖の甘さじゃなくて多分野菜とかが持ってる甘さだから、食べててこう甘さにいやらしさを感じないから、すごくこうね食べててすっきりと食べられる。じゃあお願いします。はい、おーすごい。Thank you.
ごちそうさまでした。というわけで台湾まぜそばを3キロで、台湾カレーを、あ、台湾まぜそばを4キロ、台湾カレーを2キロ無事完食できました。よかった。あの台湾まぜそばのその麺の感じもそうだし、カレーのルーの感じもとかもそうなんですけど、結構ね、その他のお店で食べられるようなものとはかなり違う。特に東京で食べられる台湾まぜそばとその花火さんってかなり違う印象を僕は受けたので、すごく食べてて面白かったです。ので、あの、よかったらね、日本もそうだし海外でもこのお店は店舗展開をしていますので、よかったらぜひ食べに来てください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったくしなるよ。